演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらファットリッチベーカリーに売っていた焼き菓子5種類を食べたいと思います。ファットリッチベーカリーは先日紹介したブラウニーがとても美味しいお店ですけど、こういう焼き菓子とかも売ってるんですね。なので今回その時に一緒に買ってきてる焼き菓子を食べたい。このテレアナ、テレアナ魔女ちゃんを先に紹介しますね。こちらは、はい、こんな感じになっています。ブラウニーをチップスにしているようですね。ではまず開けましたし、これからいただきます。この前のブラウニーとはやっぱりまた違った良さがありますね。サクサクとしたブラウニーというのも新鮮でいいです。多分スコーンか何かだと思うのですが、これが2種類ありますね。ではいただきます。結構重量感ありますよ。見た目小さいですけど、これ中身割りたいんですけど、割ったら間違いなくボロボロ崩れるので、もうこのままいきますね。後に知ったのですが、これスコーンじゃなくてクッキーでした。お詫びして訂正いたします。でもクッキーとして考えても食べたことのない感じだな。続きましてはこちらのプレッツェル、なんか形が可愛らしいですね。ではあら、いただきます。うわ、パリパリがすごいな。でもちょっと食べづらい部分もあるかも。でも美味しいからいいか。ラストはこちらのブラウニーパイ、どんな感じなの。ちょっとボロボロなってきますね。でも割れてまくるね。ではいただきます。やっぱりチョコレートすごいな。でもやっぱこの前のブラウニーよりちょっと劣っちゃうかな。最初に食べたブラウニーチップスはブラウニーのあのチョコレートの濃厚な甘さあるチップスで、サクサクとした食感になることでまた違った味わいを楽しむことができましたね。チョコレートは本当に濃厚で、チョコ好きの方にはぜひおすすめしたいチップス。チョップスなので手軽に食べられるのもいいですね。というわけで、これは先に出してくれた話ですよね。こちらの点数とさせていただきます。続きまして、このこちらの2種のスコーンはどちらも割とサクッとして食感のある生地で、一方は中にチョコレートとナッツが入っていて大多数の人向け、もう一方はドライフルーツとちょっとラム酒っぽい香りがある、はい、あって少し大人向けといった感じですね。チョコレート向けも美味しかったですが、個人的にはドライフルーツとラム酒の方が少し大人っぽい感じがあって、さっで最後までパリと食べることができて美味しかったです。なので今回はそちらを代表にしてこちらの点数とさせていただきます。続きましてこちらのシナモンパイ、これはたっぷりとした生地の中からシナモンがそこまで強烈には来なかったです。なのでシナモンを強く求めるとちょっとかもしれませんが、あっさり食べたいと思います。チョコレートとはまた違ったこのお店の美味しさを感じることができて良かったと思いますので、こちらの点数とさせていただきます。最後にこちらブラウニーパイ、これもどちらかというとサクサク系の生地で、ブラウニーはちょっと弱めでしたね。なので
そこはちょっと残念かなと思いました。せっかく美味しいチョコレートなのでもっとパイでも感じたかった、そう思ってしまったので。でも個包装に食べやすくサクサクと進めることができたので本当に良かったです。なのでこちらの点数とさせていただきます。ファットビッチベーカリーブラウニーだけだった気がして本当に美味しかったです。まだ何があるみたいなのでまだ機会があればチェックしてみたいと思います。雷を受ける時間ぞシンデレラ、いや何やっちゃったの、本当に怖いんだけどっていう感じになっちゃいました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。